どうもこんばんは、勝井助です。今日は2022年の7月の8日金曜日の23時19分ということで、金曜日の夜にですね、お送りしてまいりたいと思います。今回の動画で、今回の参政党関連、そして、7月10日の参議院選挙関連のすべての動画の、総括をしていきたいかと思っておりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。まずですね、ここで最初にご挨拶ということでお話しさせていただきたいんですけども、私がですね、5月の半ばに参政党という党を見つけて、そして1ヶ月、まあ2ヶ月弱にわたって応援して、これまでの本当にたくさんの方からですね、とにかく素晴らしいコメントと、あと素晴らしい参政党の方々のですね、演説と、そしてまあ勇気と、希望をですね、本当降り注いでいただいて、もう本当にですね、私の心と、そして多くのたくさんのですね、皆様の心に、喜びと感動を与えていただいたことを本当に感謝申し上げたいかと思っております。今私はですね、ちょっと今日会社の飲み会があったんで若干酔ってはいるんですけども、でも気持ちは正常です。とにかくですね、動画の最初に本当にこの1ヶ月間ちょっと2ヶ月ぐらいでですね、出会ったたくさんの言葉と、そして本当に喜びの声と、素晴らしいですね、方々の、魂に、触れることができて本当に、嬉しく思いました。そして、素晴らしい時間を過ごさせていただいたことをですね、この動画を今見ていただいている方に、感謝という形でお話しさせていただいて、そして、最後にですね、私に関わっていただいた、今回の一連の件で、声をいただいた皆様に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。それを本当に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。そして、今回の動画は総括の動画ということで、もう見ていただいた皆様に、お伝えしたいことは以上になります。これからこの動画はちょっとまだあと1時間ぐらいちょっと喋っていこうかなと思っているんですが、申し訳ないんですけども、ここからはですね、この動画、ここからはもう私の中ではですね、党員の方限定で見ていただきたいと思っておりますので、今参政党員をされている方に向けてのメッセージという形で最後に、残したいかなと思っております。ですので、参政党員でない方はですね、申し訳ないんですけども、ここで動画を閉じていただくようにお願い申し上げます。本当にですね、コメントをたくさんいただきました。特に私のファンということで見ていただいた方からはぜひコメントを残していただければ大変嬉しいと思っております。でここからに関してはですね、もう参政党の方だけに、お送りさせていただきたいと思っておりますので、参政党員ですという方だけは見ていただければと思います。それも今からなかなか喋っていくので、それを見たいという方だけが見ていただければいいかなと。参政党員でなくてもですね、見たいなと思っている方で、私を応援してくださった方はですね、コメントたくさんくださった方は見ていただければなと思います。参政党員の方だけじゃないです。ファンの方、ファンだという方だけ、最後までお付き合いいただいて、でファンでない方はですね、ここで動画を閉じていただきたいと思いますので、その点、どうぞご了承お願い申し上げます。ファンの方と、そして、参政党員の方だけ、に私からのですね、メッセージ、お送りさせていただきたいと思っておりますので、その他の方はですね、どうぞご遠慮いただきますようお願いいたします。そしてここからちょっと私が今回ちょっと今からどのくらい喋るかわからないんですけど、なるべくまとめて話していきたいとは思っておりますが、もう本当に最後の動画だと思って、お話しさせていただきます。一応ですね、この動画のタイトルを、一通りお話します。まずですね、その前にちょっともう先に言っておきたいことがあるので、それを先に言います。まずですね、もう皆様ももうすでにお気づきだと思います、お分かりだと思いますけども、今日7月の8日はですね、もう大変に本当に残念な日になってしまいました。もう本当に悔しくて仕方がないんですけど、もう本当に残念で、これだけ、もう本当に残念で悔しくて情けない、残念な出来事が起きてしまいました。
で、まあ、この動画はですね、もう後々のためになるべく言葉もですね、控えさせていただきたいと思いますけども、まあ、安倍元総理がですね、凶弾に倒れるという残念な日になってしまいました。それはもう私にとってはですね、まあ本当にですね、まあ安倍総理、元っていうのはもう煩わしいんで安倍総理と言わせていただきますが、安倍総理という方はですね、まあ、私の政治の中の最後の希望の人だったんですよ。本当の希望を持ち合わせて、そして日本を立て直していただいた、もう素晴らしい宰相であったと印象づけて、おります。もちろんですね、安倍総理が、まあ、第一次そして第二次内閣を立てられて、その後ですね、功績を残された後にですね、なかなか安倍総理の思うようにはいかなかった時期があったり、森家系とか言って相当に苦労なされた時期があってですね、必ずしも思わしい、政治活動ができなかった安倍総理という姿をですね、皆さんも、ご記憶かと思いますけども、まあ、それを全て差し引いてでもですね、もう戦後、最大のですね、素晴らしい宰相であった方がですね、今日、まさか凶弾に倒れるという最悪の形でですね、人生に幕を下ろされたということは、もう本当に情けないというかですね、悔しくて仕方がない思いがあります。まあ、それでも、まあ、もっと考えるべきこともたくさんありますし、まあでもですね、本当に今日のような日を迎えたことは残念で仕方がないことなんですね。まあ本当に許しがたいですし、まあ多くの方に火をつけてしまった、まあ本当ですね、まあ、これから、まあ、起きることというのはですね、皆さんもしっかり、胸に、刻んでいただきたいかなと思うんですけども、まあ、やはり政治というものがですね、なかなかこう一発で物事がうまくいかないのと同じようにですね、政治というものがなかなかこう素直に前に進ませてはくれないものだということをですね、しっかり私も心に刻むことといたしました。まあ、本当に残念でならないんですけども、心の底からご冥福をお祈り申し上げて、ご挨拶とさせていただきたいかなと思っております。本当に残念で仕方がない、本当に情けなくて仕方がない、もうこんなことになるっていうのがですね、もう本当に残念です。で、まあ、今のもう本当どうしてもちょっと今日撮りたかったんで、まあ、日付が変わる前に、ですね、今日という日を決して忘れまいという、そういう日にしたいなと思っております。まあ、さ今年の、まあ、5月に入って参政党の人たちを見た時にですね、この人たちは凶弾に倒れる可能性が高いと本当に思いました。この人たちが、倒されるんじゃないかなという危機感を抱いていました。そしてあれあれよという間にですね、党勢を拡大して、党員を拡大して、寄付金を募って、そして選挙の直前というところまですごくうまくいってたんですよね。まあ、そこへ来てですね、このような形での、まあ、ダメージを与えてくるっていうのがですね、そういうやはりこう戦略というものを理解した人間の思想だと思うんですね。まあ、その戦略というもの、あと、まあ、人間に与えるダメージというのを知り尽くした人間が起こすことだと思います。まあ、それはちょっとまた後でお話したいと思いますけども、今日はとにかく、安倍総理が亡くなってしまったことに関して本当にご冥福をお祈りしながらですね、今回の選挙をですね、勝利に導いて、まあ、私が導くわけではないんですけども、勝利に向かって、祈りを捧げていきたいと、そういうふうに思っております。本当に、ご冥福申し上げます。ということで、安倍総理に対してのお祈りの言葉ということでさせていただきます。そして、まあ、もう一つ事前にお話ししたいなと思ってたんですが、まあこういうこともありましたので、参政党の方々、まあ、メインの方々がどのように考えているのかなというのを、まあ、その取材する意味も込めてですね、先ほど11時の時点で参政党のライブ配信が終わりまして、でその配信の中身をですね、最後まで聞いておりました。まあ、5名の方、まあ、武田先生は出られてないんですけども、ゴレンジャーの4名の方がですね、毎日出られておられて、で声を聞かせていただいて、まあ、皆さん本当に意気消沈されている信念、意気消沈されている心は見えて取れたんですけど、皆さん
もう本当に戦うことに向けてですね、最大限のもう努力を尽くされている方々だったので、まあ、その姿が見れたことがとても、まあ、勇気づけられましたし、でたくさんの方も3万5000人を超える、まあ、一時期4万人の人間がですね、同時視聴しているというそういう状況にまで行って、この選挙の皆さんのですね、力強さと勇気の、まあ、証を見せていただいたかなと、そういうふうに思いました。でその時に、神谷さんはじめですね、皆さん語っておられたのは、これで、この暴力に屈したらですね、政治は終わりだと、まあ、そういうふうにはっきりと明言されておりましたので、皆さん意気消沈しているんじゃなくてですね、戦う姿勢をしっかり、皆さんに、示していただいておりました。でこれに関してはですね、本当に頭が下がる思いで、おります。まあ参政党という党はですね、まだ始まったばかりなんですよね。で私も本当に知ったばかりですし、まだ選挙前ですから、まあ本当の意味でですね、誕生する直前なんですよね。卵の状態だと思っています。でその卵の状態のその卵をですね、叩きつけようとする人間が今、まあ、たくさんうるさいハエのように飛び回っているという状況の中、まあ、今回の教団を打ち込むというですね、暴挙が、露呈したわけで、これはですね、皆さんもお聞きの皆さんもですね、ぜひご自身のことで考えていただきたいんですよね。ご自身は、皆さんはですね、候補者の皆さんもそうですし、ご連者の皆さんもそうですけど、自分の身体をですね、一番人目にさらされる場所に立って、そして一番ですね、狙われやすいポイントで自己主張するわけですよ。まあ、これは本当に命がけなんですよね。それを、まあ、私もですね、浮かれてちょっと忘れていたようなところがありましたけど、まあ、本当にですね、お立ち台に立って自己主張するというのがどれだけ危険なことが、この本当に厳しい人間たちがたくさんいる中で自分の体を出して、でその壇上でですね、自分の意思を述べて、そして、まあ、今回の安倍総理はですね、防衛費に反対してたらしいんですね。でその防衛費に反対していたら、その翌日に、凶弾に倒れるということがあったわけですから、これはもう明らかに思想に対する攻撃なんですよね。この思想に対する攻撃というのをですね、一心に受けて一番危ないところに身を乗り出して、明日、そして明後日、まあ明後日はもう活動はできないんですけど、明日一日臨むということで、もう何もないというのはちょっと考えにくいですからね。本当に誰かがどのような形で狙われるかわからない。安倍総理がまさか狙われるっていうのはほとんどの人が思ってなかったはずなんですよ。まあ今回の、まあ、自民党の選挙っていうのは、まあ正直もう私は素直に思うところはですね、まあ、新興勢力の賛成党が圧倒的に勢いを増しているから、このままではまずいっていううかうかしているところにですね、選挙とは全く別のベクトルで追い落とそうとする人間がいて、でその追い落とそうとする人間がまさか元総理の命を狙うっていう、本当にですね、意表を突かれたところでありましたし、でさらにその意表を突くところっていうのが絶妙にですね、精神的ダメージを、まあ本当に絶妙に大きなダメージを与える、まあ、そういう場所をあえて狙い撃ちしているっていう、その、まあ、戦略性の、まあ巧みさなんですよね。まあ、これをもう本当に私たちはですね、まざまざと見せつけられて、いつどこで狙われるかわからないという、そういう恐怖を撒き散らしてですね、そういうことをやってくる人間が、平気でやってくる人間がいるんだということをまざまざとですね、まあ、日本の国民の皆様にこうまざまざと見せつけた今回の出来事だったんですよね。でそれに対して、まあ、参政党のご連者の皆様はですね、まあ、ここで暴力に屈したら政治は終わりだっていう、そういうふうに示していただいたと解釈しておりますので、なので私もこうして、言葉を出すことにしました。まあ、ちなみに私はですね、最初に言いましたけども、7月で選挙はもう終わりますと、7月で選挙活動発言はもうやめます。そしてまあ私自身は加瀬樹という偽名を名乗って、YouTube 上だけに存在しているものだという、そういうですね、
まあ、安全なところからですね、発信している、まあ、そういうものですよというのを最初に言っておりました。まあ、それはですね、私自身もそういう発言をですね、自分の名前と場所を晒してで顔を出して発言するというのがいかに恐ろしいかということをよく分かっているから、そういうことをやってたんですね。ですから、まあそういう立場で初めて声を出せる、まあ、それを分かっていてやってたんですけど、まあ、今明日一日、もう丸一日残されている人たちというのは本当にもう丸腰の状態でそこに上がっていくという、そういう戦いをしているという、まあ、そういう人たちなんですよ。だから、まあ水曜日に金曜日の動画でお話ししたんですけど、この人たちは本当に丸腰でですね、壇上に上がっていくんだと、まあ、そういう話をしました。で、命をかけてこの政治に取り組むんだと、まあ、そういう話をしたところで、まあ、本当にですね、これから、まあ、あと1日、選挙活動が残っていますので、まあ、どうか無事でですね、この選挙を終えていただけるといいなと、まあ、心の底から願っているところです。はい、ということで、まずちょっと動画の冒頭の挨拶が長くなってしまいましたけども、とにかく安倍総理がですね、亡くなられてしまいました。今日そういった出来事があったと。そして、まあ、それを受けて参政党の候補者の、まあ、主要な方々はですね、選挙日をですね、最後まで戦うと、まあ、そういう姿勢を見せていただいたのかなと思っておりますので、それをですね、私も最後に、まあ、この動画で、お話ししながらですね、まあ、これまでの参政党について振り返りながら、まあ、これからのことをお話ししていこうかなと思っております。はい、ということで、ちょっともう一度言いますけども、参政党員の方、そして、まあ、私のファンですという方だけが見ていただいているものと思ってお話しさせていただきますので、その方以外はもう動画を閉じていただくように、再度お願い申し上げます。はい、ということで、今からお話しする内容をですね、まあ、まとめていきたいと思います。タイトルがですね、5つあります。1つはですね、まあ、参政党はひな鳥だという話をして、で、2つ目はですね、欧米主義と日本主義という考え方について、で、3つ目は党員の育成は急務だということをお話しします。そして、4番目に今後の活動内容についてのお話、そして最後に、もう一度お話、謝辞をお話ししてこの動画を締めると、まあ、そういうふうに話したいと思います。まあ、今から多分40分ぐらいで話を終えるのかなと思いますが、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。まずですね、参政とはひな鳥という話をですね、していきます。まあ、先ほどちょっと言いました、今の参政党というのはですね、まあ、結党2年経っているとはいえですね、まあ、紆余曲折を経て今年の多分4月とか3月の段階ではですね、もう本当に名実ともに泡沫候補扱い、泡沫候補そのものだったんじゃないかと思っているんですね。で、今日ちょっと記事を見つけてですね、1年前の記事だったかな、誰が書いたかも知らないんですけど、まあ、参政党の結党メンバーの和也さんという方がいるんですが、その人が抜けた時のこう心情というか、まあ、そういったものをですね、こう記事にしている人がいて、で、その記事の内容というのがですね、まあ、あまりにも的外れだったので、ちょっとまあふっと笑ってしまったという内容をちょっとお話したいんですけど、なんかですね、こうその時に和也さんという人で持っていた参政党は和也さんが抜けて、で、他の党の人たちも空回りしていて、結局参政党というのは結構期待を一身に背負っていたんだけど、結局何もできずにもう空中分解してしまって、で、都合のいいことばっかりを言って、結局やっぱりその政治はダメだという絶望を撒き散らして終わってしまったみたいな、そういうことを書いてたんですね。1年前の記事ですけど、まあ、その時のいきさつは私も知らないんですけど、まあ、その時の雰囲気はそうだったのかなと、まあ、それは分からないんですが、そうだったのかもしれない。ただですね、その人が言ってることは全く的外れだったということが証明されたわけですよ。まあ、この1年経ってみてですね、2022年の、まあ、5月の段階で3万人だった党員はですね、この7月の段階で8万5000人超えてるんですよ。そういうのを考えたら、その人はですね、絶望を撒き散らした参政党だと言い切ってましたけど、結局その絶望を撒き散らした参政党がですね、まあ、ここまで躍進するに至ったということは、まあ、その記事を書いた人はまあ一般人かもしれませんけど、全く的外れで見当違いの記事を残していたということになるわけですよ。まあ、その話を考えていただくとですね、まあ、先見性というものが全くなかったということが証明されたと言っていいでしょう。
そしてまあその人は一般人かもしれないんですけど、私がですね、散々言ってるようにですね、メディアという人たちはですね、本当に先見性のないということがよくよく、まあ、立証されたんじゃないかなということはちょっとまあ明確に申し上げたいかなと思っています。まあ、私はですね、この参政党という、まあ、ひな鳥というか、まだ選挙が終わってないんで、まだ卵だと思ってるんですけど、この卵からとんでもない鳥が生まれてくるっていうのをですね、もうひしひしと一瞬にして感じ取った、そういう特殊能力があるんですよって言いたいんですけど、別に特殊能力なんかないんですよね。誰がというか、ちょっと分かってる人だったら、ちょっと考えたら、これはとんでもないことになるっていうのが分かる段階が、まあ、5月の半ばの段階だったわけなんですよね。だからその例の絶望をまき散らしたって書いた記事の人も、もしかしたら5月の段階でこれは私は間違っていましたって訂正記事出してたかもしれないんですけどね。まあ、そのぐらいこの参政党の勢いというのは異常なほどの勢いがあるっていうのは私はすぐ感じ取りました。なのでそこから1ヶ月応援してみて、1ヶ月半経った時には党員が倍以上になっていましたっていう、蓋を開けたらそういうことだったんですね。だからこの卵からとんでもない鳥が生まれてくるなっていうのは、まあ私としては誰でもわかるんじゃないかなと思ってるんですよ。ところがこの5月の段階に入って、6月になって、7月になってもまだメディアというのはこれをスクープ扱いしてないんですよね。これがスクープじゃないって思ってるメディアはですね、よっぽどですね、もう頭が麻痺して、脳みそがズルズルになってるんじゃないかなと私は思うところなんです。でそのズルズルになってるのは、その中にいる人の能力がないのか、もう組織というものにがんじがらめになって脳みそをあえてズルズルにしているのかというレベルだと思っています。ですからメディアっていうのはそういうものだったんだなというのがよくよくわかるわけですよ。そしてまあ見てはいないんですけど、まあ参政党の今日のライブによればですね、まあ、安倍総理のテレビの扱いは相当ひどかったと。だからテレビっていうのは、まあ、メディアと考えていいと思いますけど、メディアというのはですね、愛国者じゃないんですよね。愛国者じゃないんですよ。だから愛国者であれば、まともな考え方でまともな行動が取れるんですけど、愛国者じゃないからまともじゃないんですよね。正直そうやってまともな、行動してないもんだから、どんどん信用を失って、どんどんですね、居場所をなくしていってっていうことになると、まともじゃない人間っていうのはそうなるんだなっていうのを改めてですね、まあ、今回、まざまざと理解することができたかなとも思います。で、そのまともじゃない人たちっていうのは淘汰されていくんですよ。駆逐されて淘汰されて、で居場所をなくしてですね、路頭に迷うという時期は、まあ、間もなくやってくるかなと思います。でそれはですね、この参政党というその卵からひな鳥に帰って、そしてそのひな鳥が本当の鳳に育つまでですね、これからしっかり私たちがですね、しっかり、まあ、このひな鳥を育んでいかなければいけないという、そういう課題が、まあ、新たに生まれてくるのかなと思っておりますので、まあ、それはまたちょっと今後の活動のところでお話ししようかと思います。ただ今このひな鳥というものをですね、もう全く見抜く力がなくて、見抜く気すらない、まあ、愛国者じゃない組織がですね、今までは国をですね、ずいぶん悪いように動かしてきたんだというところと、あとまあ今はもうすでにですね、脳死状態のこのメディアという組織をですね、まあ、私たちは本当に見限っていく必要があるのではないかというところをですね、ちょっとまあ念を押しておきたいかなと思います。結果としてですね、このひな鳥を見抜けなかったこのメディアを見限って、で新しいですね、候補の在り方というのをですね、もう一度日本人でしっかり作り上げて考えていく必要があるのかなというふうに、この今回の選挙を通してですね、まあ、改めて感じた次第です。だからここをですね、この大事な広報という、まあ、情報のもう最も中枢部分にあるのがメディアですから、その情報の中枢と言われる組織をですね、しっかり再構築していくということを、考えていかなければいけないなというふうに、改めて感じました。まあ、それがちょっとまあ一番目ですね。参政党はひな鳥だと。ひな鳥をですね、しっかり鳳凰に育てていくためには新しいメディアが必要だというところまで、私の今の持論として、提案して、申し上げておきます。そして2番目ですね。2番目はですね、欧米主義と日本主義という話をしていきたいかなと思います。今回の選挙に関しての総括は今やっているんですけどね、まあ
この欧米主義と日本主義という考え方をですね、何のことか分かりますでしょうか。何のことかなと思われるかと思いますが、今初めて使ってるんで何のことだなと思うと思いますけど、これどういうことかというと、欧米主義というのはですね、市民革命の考え方なんですよね。市民革命の考え方。そして日本主義というのは何かというと、日本の伝統的な思想です。市民革命の思想と日本の伝統思想というのは、やっぱ根本的なところで全く違うところに、ポジショニングをしていて、位置づけていて、そしてそれがですね、これからの私たちが本当にきちっとした日本を作っていく上で必要なのが、まあ、いわゆるその日本主義という考え方じゃないかなというふうに考えました。まあ、これはですね、先日出した SNS 市民革命という動画を出していますけど、その中でしっかり内容については話していることそのまんまになります。でちなみにですけども、今日のですね、例の教団の事件があったがためにですね、ある方がですね、革命という言葉を使うなというふうに、おっしゃっていましたので、確かにこれはちょっと悪いように取られては困るなと思って、思いましたので、今はちょっと動画は非公表にしてます。私が言いたかったこの革命というのはですね、欧米主義の革命をやめて日本主義の伝統的な考え方に立ち返ろうという、そういう話をですね、考えていまして、でその内容についての、歴史的な経緯をお話ししてきたというのが、実際の経緯です。だから私はですね、いわゆるその方が言うようなその暴力による革命を推奨するみたいなことは一切発信していないつもりなんですけど、そこはちょっと上げ足を取られかねないと思いましたので、動画を今非公表にしていますが、これは、選挙が終わってちょっと落ち着いてからですね、公表していこうかなと思っています。この考え方というのはですね、要するには今の現代社会、欧米社会が中心なんですが、欧米社会というのはもちろん欧米社会ですから、欧米主義、つまり、市民革命の時の人々の考え方というのがベースにあります。でその市民革命の考え方をベースにしているというのは、実は今の日本もそうなんですよ。それは明治維新以降に日本の偉い人たちがですね、列強の仲間入りをするために欧米主義を輸入していったという歴史があるから、そういうことなんですよ。だから今の日本社会というのは、もちろん日本の伝統的な考え方をベースに日本国は作られていて、でそのベースの中にですね、欧米のそういう考え方を仕入れて、で社会をよりプラスアップしていこうという、そういう歴史をたどりましたから、欧米主義の考え方がふんだんに今の日本の国内には取り入れられています。それが今の社会の世界的なスタンダードになっていますので、その世界のスタンダードの中で今日本というのは苦しんでいるというのが私の持論なんですね。どういうことかというとですね、欧米主義の、最も重要なのはですね、個人主義なんですよね。個人主義で、その個人主義という考えの全く反対側にあるのは実は社会主義だと思うんですけど、個人の権益とかを大事にしていくという、そういうスポットの当て方が個人なのに対して、社会主義という考え方、これは私が今の、社会主義なんですが、社会というものをスポットにして、人々の生き方を捉えた時にですね、個人よりも社会の方が大事ですよという考え方があるんですね。でこの社会主義という、私が言う社会主義というのは、地域主導型でですね、国家を動かしていくっていう考え方なんですよ。でそれはその社会主義っていう、いわゆるそのロシア革命のその社会主義ではなくてですね、カミュニズムではなくて、日本的な社会主義と言ってもいいんじゃないかなと思います。だから日本がこれまで伝統的な社会を作り上げてきた中での社会主義というのをですね、もう一度解雇して、でそれを取り戻していく、そういう考え方をしっかり植え付けていくということがですね、非常に、これからの社会を生きていく上で大事なんじゃないかなと、そう考えるんですよね。で、その根拠がですね、実は今日この7月の8日に安倍総理というもう大変な人を失うことによって、その根拠がはっきりしたなという考え方になります。で、安倍総理の死をですね、ここで持ち出してきて話すのには不謹慎かもしれませんが、あえてですね、そこを取り上げて皆さんに提示していくのはですね、人をですね、特に、偉い人と言われる人をですね、殺害していく動機を与えるのが市民革命という考え方なんですよね。
でこれはどういうことかと言いますと、市民革命という人たちは殺人を何とかして合法化したい、そういう考え方が一つあるわけですよ。で例えばですね、皆さん考えたことないと思うんですけど、自分の思い通りにいかないものを思い通りにするためにその人を消そうと考えたことがありますかということなんですね。その人を消せばですね、自分の主張が通る、だからそいつを消そうみたいな、そんな考え方したことないと思うんですけど、それがいわゆる欧米の考え方のベースなんですよ。つまり、まあ、一番自分にとって邪魔な存在は王様だったんですよね。その時の王様を殺害して、そして自分が自分の意見を通すためにはどうすればいいかっていう、すごい頭のいい人たちが一生懸命考えてひねり出した答えが人権だったんですよね。で人権があると、人権がある、人権を脅かすようなやつは許さんということで、人権を脅かすようなやからは王様であろうが殺害してもいいっていう、そういう言い訳をですねしてしまったのが、まあ、いわゆる欧米型の市民革命だったわけですよ。だからどんなに偉い人であろうが殺害しても許されるっていうことを本当に正当化してしまったんですよね。でそれによって王族を廃して自分たち一般人が王様だってやってしまったのが市民革命だったんですよ。だからそれをですね、実は今の日本社会も取り入れてるんですよというところをまず警告させていただきたい。今の日本国憲法のベースの中にはその市民革命のそういう考え方とかエキスがどっぷり入り込んでるわけですよ。でそのどっぷり入り込んだ社会の中ではですね、たとえ元総理大臣であろうが自分たちの権益を主張するためにはその人を殺害しても正当化されるんだっていうような、そんな本流が入ってるんですよね。だからそれを私たちはまざまざと見せられたということなんですよね。だから私たち一般の人間はですね、自分の意思を通すためにその邪魔な人間を消そうとかいう、そんな思想はないはずですよ。ないはずです。でそのないものをですね、あるものにしてしまったのがやっぱり歴史なんですよね。でその歴史というのが市民革命だったんですよという話をまだずっとしてて、でその市民革命の慣れの果てに出来上がったのが今の、まあ、いわゆる、まあ、D と S の、組織ということかなと私は考えています。つまりはですね、彼らは市民革命でのし上がった、まあ、いわゆるその、まあ、ブルジョアと言われる人たち、でそのブルジョアと言われる人たちの慣れの果てが今世界で幅を利かしている組織の中に少なからずいるんですよね。でそういう人間というのはですね、まあ、やはり人の命を人の命だと思ってない、そういうところが、まあ、私はあるんじゃないかと推測しています。これは私の個人的な意見なんですが、まあ、しかしですね、今の日本人の、まあ、優しい人たち、日本人の優しい精神の人たちはですね、人間と共に歩んでいこうという考えが、まあ、大体ベースにあると思います。まあ、それがまあ日本の伝統だと私は思っています。もちろん日本の伝統の中にはですね、悪代官もいますし、そういう搾取していた人間もいるのは事実ですが、まあ、しかし日本の伝統を受け継いでいる人たちというのはもっと清く正しいものであったんじゃないかと思うし、あっていなければいけないものだと私は思うんですね。でそれをですね、ちゃんと研究して、そしてそれを理解して、でそれを実践していこうというふうに言ってるのが参政党ですよということなんです。だから参政党の、まあ、私は今回取り上げた参政党の人たちは YouTube というものでのし上がったんで、 YouTube っていうのは新しい技術なんですよ。だから新技術を使ってのし上がった、まあ、新興勢力、つまり SNS 革命のそういうものを、そういう気概を持った新しい勢力だということで、私はですね SNS の市民革命という話を出したんですよね。まあ、それは SNS を使った今の日本国内にいる、まあ、名もなき人たちが力をつけて新しい技術によって世の中を打ち倒していくという、そういう勢力があるんだということで SNS の市民革命という言葉を使いました。ところが SNS 市民革命を使っている人たちの思想の本流はまさに日本の伝統なんですよね。だから思想の本流が日本の伝統だから、その日本の伝統的な思想を用いて日本を変えていこうとしているのが参政党ということなんで、まあ、当然この人たちを応援しますよと。でもちろんちょっとたまたまですけどね、参政党の相手というのがいわゆるそのフランス革命の時に力をつけたかつてのブルジョア、この人物たちがですね、
今ちょうど日本の敵対勢力として日本を脅かしているんだという、そういう対比関係にあったので、フランス市民革命と、そして今の日本の新しい日本の伝統を用いた SNS 市民革命を使う神谷さんの率いる参政党と、まあそういう対比構造ができてるんですよという動画がですね、SNS 市民革命の目撃者という、そういう動画だったんですね。ところが今回の安倍総理が倒れると、まあ、これはもうまさに革命の思想なんですよね。これはこの人のものは革命の思想なんで、そのフランス市民革命のそういった思想の持ち主がですね、安倍総理のような偉大な人でも自分たちの権益のためにこの人を消したんですよね。それが今日だったということです。だから私はそれで自分の私の出したですね SNS 市民革命と一緒にしてほしくないんで、動画は今非公開にしてます。その動画の中身をちゃんと見ればわかるんですけど、そのフランス革命の時のブルジョアの革命の思想と今の神谷さんが持っている日本的な伝統の革命の思想というのは全く意味が違うんですよというのをですね、まあ分かってくれる人は多分ほとんどいないと思うので、今非公開にしてます。だからですね、この動画も私のファンの方であれば意味を理解してくれると思うからこの話をしています。まあだから一元さんお断りなんですよ、発揮種って。今の一元さんにそんな話をしても理解してくれないので、まあ私のことを理解している皆様にはですね、そのことをですねちゃんとお話したかったっていうのも、その動画は私の今回の選挙の一番大きな収穫だったんで、まあそれについてのお話は当然しておきたいというところだったんです。でそれがまさかこのようなですね安倍総理が倒れるという最悪の形でですね、まさにそれが一つ実現してしまったというか、悪い方のやつらが悪いように実現してしまったというですね、最悪な事件が今日起きてしまったということなんですね。まあ、それが欧米主義と日本主義という考え方です。だからまあ日本主義というのはもう分かりやすいようにはっきり言うと、メイドインジャパンを買いましょうということなんですよね。まあこれまでいろんな動画でメイドインジャパンというのを推してきましたけど、皆さんもう騙されてるんですよ。そのドーナツ化現象とか習った覚えがあると思うんですけど、あれは海外に投資をして海外のやつらを儲けさせようという考え方そのものなんですよね。で、あの当時日本は絶好調でしたから、日本の金をですね、なんとかしてむしり取りたいと思ってる輩がたくさんいたんですよね。で、松田先生も何度もおっしゃってますけども、大蔵省の解体というのがまさにその通りだったと。それももう私も後で知ったようなことだったんですが、まあ、やはりですね、日本のお金はずっと狙われ続けているということなんですよね。だから日本はただのカモになってはいけないと。だから日本は立ち上がって、で日本なりの伝統の思想というのがあるから、それをですねもう一度しっかり、皆様に、しっかり理解していただいて、でそれをですねもっと今から広めていく必要があるという話をですねしたかったということなんですね。まあ、それがさっき言った3番目の党員の育成が急務ですという話はそこにつながってきます。まあ、先ほど言ったですね日本主義を取り戻すという考え方の中にはですね、まずやはり日本の伝統的な歴史を知らなければいけないし、で日本の伝統の歴史っていうのもそうなんか固いものというのもそうなんですけど、まあ、もうちょっと柔らかく言うとですね、日本の長所をもっと知らなければいけないと思うんですね。で日本の長所というのはですね、私には思いがあって、私の尊敬する先生で草加紀民土さんという、まあ、そういう先生がいます。多分今御年80歳ぐらいの方なのかなと思うんですけど、この方は本を何冊も書いていて、その方が書いている内容というのが面白くてそろそろ入ってくるなと思って本を読んでいたのが今からもう10年も前の話なんですけど、まあなんて面白いんだなと思いながら見ていたんですが、まあ中身としてはですね、私たち日本人というのはこれだけ素晴らしいんだということをもう十分におっしゃっておられまして、あ、日本人っていうのはこんなにすごいのか、だから日本人って自分のことですから、あ、自分たちっていうのはこんなにすごい人間の末裔なんだな、そういう喜びをですね、まあ仕入れていた時期がありました。でそれによって自分に自信を持って、そしてそれによって自分がですねプラスの行動をとってという、まあ、そういう流れに入っていくわけですが、まあ、今の日本の若い者を中心に特にそうなんですけど、日本はダメだっていうことをですねやたら強く押し付けられていて、それをですねやたら強く印象付けられてしまっているんですよ。まあ、これはですね私が言うにはですが、まあ、日本人を弱くしようと思ったらこうした方がいいよっていうのをまあ言うと、日本人はダメな人間だっていうのを広く広める、
まあ、それそのものかなと思うんですね。で、まあ、あの有名なインフルエンサーの人とかがですね、日本はダメだとか、海外に移住した方がいいよとか、まあ、そういうことを平気で言ってるんですけど、それによってあなたたちは何の得を得るのかというか話なんですけど、まあ、その人自身には何らか得があるだろうし、自分がそうしてるもんだから仲間が欲しいというのもあるかもしれない。まあ、それはあなたの主張だから別にいいんだけど、まあ、しかしそれが本質であるかのように語られるのはそれはよろしくないと思うわけですね。だからそういう人たちが言ってることに耳を傾けるのは良くないと思います。まあ、ちなみに私が言ってるそのインフルエンサーの人っていうのはすごく頭がいい人なんですよね。で、成功してるんですよね。で、その人の話っていうのは面白いんですよ。非常に面白くて、あの学びがあって素晴らしい。ただその素晴らしい人たちが日本をここまで国境に落とすかっていうぐらい日本をけなしてるのが気に入らないわけですよ。だからその人たちの思想すべてを否定する必要はありませんが、ただし日本を回帰するという意味ではその人たちは間違っているので、それをですね、あの十分注意していただきたいと思います。だからあの何でもそうなんですけど、情報っていうのはですね、いい情報がだいたい8割ぐらいあります。そして最悪な情報がその中に2割紛れ込んでいるので、その2割に騙されてはいけないということなんです。 NHK がまさにそうで、 NHK の作る番組は非常に素晴らしいんですよね。もう NHK は私結構大好きな番組はいっぱいあります。ただし2割ほど本当のクソが混じってるんで、それに騙されてはいけないということをですね、あの覚えておいてほしいんですよ。だからもうすごく美しい綺麗な部屋にですね、もうどうしようもないぐらい臭い犬のうんこが落ちてるみたいな、それが NHK だと私は思っているんですが、その犬のうんこの匂いのせいで NHK というのは台無しになってるんですよ。だからそのでも今の情報戦というのはそういうところあります。で、世の中にはそういうシーンが本当にたくさんあるんですよね。だから素晴らしい一辺倒の中にもちょっとしたこう臭いものが混じっていると。で、その臭いものをちゃんと見極めて、でそれを食べないようにしないとダメですよということをですね、まあ、お話しておきたいと思います。これがまあ私が、まあ、今回のそうですね、まあ、党員を育成するっていうのと NHK が臭いというのはちょっと話は違うんですけど、まあ、要するにはですね、例えば NHK なんかすごくいいこと言ってるんで、いいことは仕入れましょう。だけど悪いことをちゃんと悪いと考え見極めていくためにはですね、やはり勉強が必要なんですよね。まあ、私が見たらこれはここがいいけどここの部分はダメだなっていうのがこうくっきり見えるんですけど、多分普通の人だったらわからない、わからずにそのまま食べてしまうっていうことが起きているので、それは十分注意しなきゃいけないですし、それにはやはり学びが必要だということをですね、あのしっかりお話しておきたいかなと思います。まあ、そんなことでですね、あのこの話ももう終わりが近づいているんですが、まあ、そんなこともあって、まあ、私自身は今回の参議院選挙、7月10日の動画をもって、参政党からは一旦離れたいというふうに考えております。で、まあ、それをですね、実現するにあたってはですね、まあ、要するに動画は出さなければいいだけなんですけど、まあ、一応ですね、金曜日になったら政治をやるっていうのは私の目標なんですよね。今年の目標はそういうことで、でそれ以外のやつはですね、その、まあ、金曜日以外にはですね、あのガチャを引いたガチャ動画出したりとかギター弾いたりとか、あのそういうことやるんですけど、あの一応メインとしてはですね、土木関係 の勉強をしていこうかと思っていますので、土木関係の動画を作っていきたいと思っておりますので、まあ、皆さん参政党のことで私に着目いただいて見ている方がほとんどだと思いますので、土木のことは興味がないと、ガチャのことはいらんと思われる方が絶対出てくると思いますから、その方に向けてはですね、まあ、多分参政党のメインで動き出すということをしばらくやる予定はありませんので、その間ずっと登録の方は解除をしていただくのが、まあ、よろしいかなと思っております。結局ですね、登録者数って意味がなくてですね、ちゃんと登録者の方が見るような動画を出さないと評価は下がっていくので、結局登録していてもですね、そのおすすめで出した動画を登録者が見てなかったら、そのチャンネルっていうのはダメな扱いを受けてしまうんですよ。だから登録を解除していただいても構わないし、まあ、登録者として残していただいても構わないしという、そういうものになりますから、まあ、だから解除しないでくれとは思っていないということを、まあ、先にお話しておきますが、まあ、とりあえず今後の動向としてはですね、一応参政党からは、まあ、身を引こうかなというか、まあ、足を洗おうかなと思っています。
思っているんですが、まあ、正直今の私の気持ちはですね、まあ、一回約束したからちょっとねっていうところになってるというのが正直で、ただ今の本心を、正直本心を言いますけど、もう今回の安倍総理の件でも相当もう火がついたっていうのが正直な思いです。こんなことになるんならっていう思いを今考えていて、でそれは結局どういうことかというとですね、まあ、あの先ほど言いましたけど、賛成党は雛鳥だから、あの、あとはですね、なんとかうまいことやってくれるんじゃないかなと期待していますという話だったんですけど、でも正直ですね、このまんまではまた凶弾に倒れる人が何人も出かねないなと正直危惧しています。だからまあ昨日ありし人は今日あらじ、今日あり、ありしても明日はあらじっていう、そういう次々とですね凶弾に倒れる人が出始めるんじゃないかな、ちょっと不安に思っています。なので、まあ、あの今回の選挙は本当に神谷さんをはじめですね、まあ、党員の方々の戦略っていうのはすごかったんですよ。もうとにかくライブ配信をして、で会議会議で皆さんに情報を周知しまくって、で本当にあの一夜漬けの選挙候補者がですね、まあ、あの一夜漬けでですねプロの選挙人、選挙候補者になっていったという、そういうのはやはり情報の共有というところが素晴らしかったからだと思います。でそういう意味ではですね、まあ、あの私の手は党に離れているのかなとは思ってるんですね、実は。ただ、まあ、今回のようなことがあるということはですね、やはり私は賛成党員になってほしいっていうお願いをしている人間として、このまま身を引くのはちょっと無責任のような気がして、なりません。だから、まあ、今党員の方に見ていただいていると思っておりますから、この動画、そして、まあ、相談しようという動画を以前出していますので、その相談しようという動画で話している内容はですね、生かそうかなと思ってるんですね。だからまあこれはまあ今後の活動とお知らせということで、あれなんですが、まあ、私加瀬伊助という人間をですね、賛成党の党員に関してはですね、あの相談窓口はこれからもずっと開けておこうかなと思っております。ちなみにですね、今日までで相談件数一件もなしですから、誰も私に相談してくれていないもんですから、まあ余裕かなというのはあるんですが、私にもしですね、専門家に話すほどでもない。だけど、まあちょっとした悩み事があるから聞いてくれっていう相談はいつでもしていただいて構いませんので、党員の方限定ですね、党員の方だと銘打っていただいて、こういうことを今考えてるんだがあなたはどう思いますかっていう質問はいつしていただいても構いませんので、ぜひ私に相談事を、してもいいと思われたらですね、どうぞ相談の方はしていただいて構いませんので、言葉を寄せていただければということで、お約束したいかなと思います。ですから、まあ、この動画と、まあ、賛成党という再生リストはずっと残しておりますので、まあ、できればこの動画か相談しようの動画にですね、賛成党員ですと最初に書いて、相談がありますという形でコメントいただければ、返信させていただこうかと思いますので、その点はお伝えさせてください。だから党員の方は見ていただいているかなと、まあ、ここまで見ていただいている方は私のファンだと思いますので、まあ、あのそういうものだと思って言葉を寄せていただければですね、私なりの答えを、お返しさせていただこうかと思いますので、まあ、一応それはお知らせということです。で、まあ、それ以外私がですね、積極的に賛成党の話をするのは多分金曜日に、まあ、毎週するかどうかはちょっとわからないんですけど、今あの私はこういうふうに思いましたという動画を上げるかなと、まあ、その程度にとどめさせていただこうかと思っておりますので、まあ、一応総括としてはですね、まあ、十分話したかなというところですね。で、まあ、今後の活動としては、まあ、あのとにかく、まあ、あと私も勉強しないといけないんで、2ヶ月サボってしまいましたからね、もう時間がないんですよという感じです。だからまあそういうふうにやって、まあ、私のこれまでのですね YouTuber としての活動を続けていきたいかなと思います。であとまあ今後の活動という意味でもう一つ言えばですね、 YouTube ももう卒業してもいいかなと思っています。 YouTube じゃなくて、例えば神谷さんが作ろうとしている新しいプラットフォームの方を利用して動画を残していこうかなとも思っています。てか、あれなんですよ。YouTube ガチャの動画とか10回とかしか再生されないんで、別に出してる意味はないんですけど、ただまあ、これは自分の目標ですからね。まあ、それだからまあ、神谷さんのプラットフォームに出そうが、ここに出そうが一緒なら、ここはもう卒業してもいいのかなとか、ちょっと思ってはいます。ただまあ、
まあ、せっかくですね、まあ、あの3500人の登録者が今いるので、もう少し粘ってみようかなと思ってるんですが、うん、まあまあその辺はまたですね考えていこうかなと思ってる次第です。はい、ということで、こう最後にですねご挨拶ということで、お話しさせていただいて終わりにしようかなと思っております。何分か、あ、いいね。まあ、最後の挨拶ということで、まあ、あの冒頭にも申し上げましたけども、あの本当にこの2ヶ月間を振り返ってみて、もう本当に暑かったですね。政治が暑い、政治が暑くて、もう本当にあの日本でこんなですね素晴らしいことが起きるんだっていう喜びが、まあ、かなり多かったわけですよ。ところが今日にしてですね、やはり政治というのは本当に闇が深いなと思うわけですよ。もうだから一番やられて嫌な脇腹をですね、弱い脇腹を狙ってえぐってくるような人間がいるということがもうよく分かりました。なのでもう本当に皆さんも政治に関わるということは非常に危険なことだというのはもう常に頭に置いておいてほしいんですね。で特に名前を明かして住所を明かして活動される政治家の皆様はですね、もう本当にあの十分毎日やはりこうとんでもない人間がいるんですよね。とんでもない人間とも思えない人間がいるんですよ。だからそういう人間からは防除していかなければいけないし、そういう人間を排除していくという考え方を持ってなきゃいけないんですよね。だからスパイ防止法案もそう、あと日本国憲法の改正もそう、だからそういうところをですねもっとちゃんと考えていかないと、私たちの社会が脅かされるということをしっかり理解していただきたい。まあでもそれでもですね、私たちは生きていかなければいけないんですよね。だからその人たち、その愚か者からですね、あの逃げ回ることは結局できないです。だから逃げ回ることはできないながらもですね、しかし毎日こうしっかり戦っていくことも私たちはできないんですよね。だからそうして生きていくっていうことは決して楽ではないし、その楽しいこともあれば辛いこともあって、苦しいことも悲しみもある。まあ、でもそんな世の中をですねしっかり生きていくためにもですね、私たちは明日に向かって希望をですね持って、そして自分の生きていく目標をしっかり持って生きていくということが大事だと思うんです。だからまあ私もですね、まあ、あの来週からは技術士っていう夢があるんで、その夢に向かってまた邁進していこうかと思っております。皆さんもそれぞれの夢を持っておられると思うんですね。子供さんがいれば子供さんの成長も楽しいし、そしてまあいろんな部活とかそういう運動とかをしてみんなと一緒に楽しむも楽しいし、で一生懸命勉強して政治家になるのも本当は楽しいはずなんですよね。だからそうやって明日に向かって生きていくとこは生きていくということがですね、私たちに与えられた課題ですし、でそれこそがですね、まあ、人生を生きるの楽しみというか価値というか、まあ、そういうところじゃないかなと思うんで、まあ、皆さんもですね、まあ、夢を信じて頑張っていってほしいかなと、まあ、そういうふうに思っておりますので、明日動画でですね、徳永英明さんの夢を信じてという曲をですね、私が歌っている動画を出そうかなと思っておりますので、そのネタバレでしたまあそのネタバレをしようかどうしようか迷いながら、ちょっと最後に夢を信じてという動画を出しますよという話をして、で実際明日選挙の、まああのまあ、合格不合格はもう私はですね、まあ、大事なことではあるんですけど、まあ、勝ちはもう決まってるわけですから、 あとはもう選挙を最後まで楽しんでいけばいいのかなと思います。そしてまあ選挙が終わってからまた皆さんそれぞれの日常があると思うので、しっかり自分の中に夢を持ってですね、明日をよく生きようと思って、これからも邁進していってほしいかなと思っておりますので、安倍総理が亡くなってしまいました、こんな時に歌を歌ってどうしようかなとか思ったんですけど、もう半分以上撮ってるんでそれ流したいと思います。夢を信じて明日を生きて、で価値のある人生をですね皆さんと一緒に共有していきたい、まあ、そういうふうに思ってですね、その歌を歌ってお別れとしたいと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。そしてもう一度申し上げます、もう安倍総理本当にご冥福をお祈り申し上げます。本当に残念でなりません、もう本当にですね、安倍総理のですね功績は大きかった、そしてその意思を受け継ぐ参政党がですねこれからも活躍していただくことをですね、夢に思ってこれからも私なりに頑張っていきたいと思っております。ということでご視聴どうもありがとうございました。また
夢を信じてを見てくださいね。はい、ということで、どうもご視聴ありがとうございました。加瀬一介でした。